ロ内部、人の絵から正しい料理を再現できるか。そんなわけで今回はコラボ会よ。世の字さん主催のコラボで絵心のなさに自信のある4チャンネルが。そこに自信があるってどうなんだ。まず他の参加者が考えた料理のお題を白黒の絵で描くわ。そしてそれを受け取ったチャンネルが色を塗って次のチャンネルに渡して、その絵を見て料理を作るって感じよ。じゃあまず私はお題を決めたらレミリアのクッキングチャンネルさんに渡して、お次は世の字さんからのお題を確認して、あちょー。どう聞いても絵を描いてる音じゃないだろこれ。描けました。何これ、描けましたっていうか色々大事なものが描けてる気がするんだぜ。人の心とかね、描けてるのはせめて絵心で勘弁してください。それじゃあこれを次に渡すわ。そして次に回ってきたのがこちらね。これに色を塗れば良いんだな。ってなわけでホイットな。だから絵を描く音じゃないって。なんだろうこの料理。っていうか右上の不倫は何なの。髪型から元カナボーンのあの人を思い出したんだけど、それで思い浮かぶ料理もないしね。まあこれはうちが作るわけじゃないし、届け次のチャンネルへ。取り投げしたな。そして私たちが作るのはこのお題よ。これはクレープっぽいな。それじゃあこれを元にどんな料理か考えて材料を買ってきましょう。そんなわけで材料紹介妙。なんかいろいろあるな。何はともあれまずはクレープの材料からよ。確かにこれはクレープだよね。でもクレープってあの焼くための独特な鉄板ある。 DJ みたいなやつがなくても良いのか。焼けラッチョするわよ。焼けラッチョってなんなの。ともかく今回はフライパンを使って作ってみるわよ。うまくできるといいね。薄力粉に卵、お砂糖にお塩、それと牛乳。これは低脂肪のやつじゃねえか。そこに気づくとはさすがマリサ。まさに嬉しい美味しいヘルシーよ。流れで地獄を見せようとすんな。実は牛乳買い忘れたからこれで代用するけど大丈夫だって業務が言っていたことにするわ。自然に発言を捏造しないで。それとバターにサラダ油よ。ここからはクレープで巻く具の材料よ。レタスっぽい野菜に赤みがかったものは何だろう。横にお魚が書いてあるし、多分赤いし魚の卵の明太子じゃないかな。明太子が一本入ったクレープも斬新だね。明太子よりも赤いお魚でサーモンとかじゃないかしらってことで、鮭とばとか。それは硬すぎるでしょ。スモークサーモン買ってみたわ。それと安かったからサニーレタスもね。この横の黄色いのは何だろう。絵から見るにソースなんじゃないかしら。卵にマヨネーズ、それにハンバーガーを混ぜたソースか。さすがにハンバーガー自体をソースには使わないでしょ。これハンバーガーにも入ってるピクルスを使ってるってことじゃないかな。そうそう、私もそう言いたかったんだぜ。うそつけ。っていうことはタルタルソースを作るってことなのかな。多分そうよね。だから今回はゆで卵に玉ねぎ、ピクルスにディジョンマスタードにマヨネーズ、ブラックペッパーに乾燥パセリでタルタルソースを作るわ。それとチーズも入れましょう。チーズ要素なんてあったか。この左下のがネズミかと思って。ネズミって言ったらチーズだもんね。これで材料も揃ったのかしら。正解かどうかはわからないもんね。まあでも正解なんて人の数ほどあるものだしね。これに関しては正解は一つだろ。正解かわからなくても今は駆け抜けるしかないミョンってところで調理開始の。まずはクレープ生地の準備からするんだけど、その前にタルタルソース用に卵を茹でておきましょうか。材料紹介の時に茹で卵って言ってなかったっけ。あれは自分のことを茹で卵と思い込んでいるただの孫よ。ただの孫じゃなくて卵でしょ。それとは別に卵を1個割ったら溶いておくわ。それとバターを 10g 耐熱容器に入れてふんわりラップをしてレンジで溶かしておくわよ。600W で20秒チンして溶けなかったら様子を見つつ10秒ずつ追加してくれ。薄力粉は 50g 用意しておくわ。これでクレープ4枚分くらいになるわね。詳しい分量と作り方は概要欄に書いてあるからね。ボウルに薄力粉をふるい入れたら溶き卵を加えるわ。ここに砂糖を大さじ1杯と塩をパラパラと加えるんだぜ。そうしたら牛乳を分量の3分の1 50cc 加えるみょん。これをよく混ぜたら残りの牛乳を加えながらさらに混ぜていくわよ。回転の反動で謎の物体になってんだけど、ここに溶かしバターを加えて混ぜたらラップをして冷蔵庫で30分置いておくわ。回転から戻ってきたみょんね。この間にタルタルソースを作るんだな。タルタルソースはちょっと余るくらいの作りやすい量を作ってるわ。まずは玉ねぎ4分の1個をみじん切り。長沢くん爆採点。最初に作っておいた Boiled Grandchild もみじん切りよ。これだとゆで卵になってるんだぜ。あとピクルスも細かく刻むんだけど、今回私たちは刻んであるものを使ってるみょん。刻んだゆで卵、玉ねぎ、ピクルスにディジョンマスタード大さじ2杯。これは家にあるから使ってるんだけど、普通のマスタードやレモン汁で OK よ。目安としてはそれぞれ大さじ1杯だとちょうど良いと思うんだぜ。ここにマヨネーズを大さじ4杯だね。あとはお好みでブラックペッパーや乾燥パセリなんかを加えて混ぜればタルタルソースの完成よ。それじゃあクレープを焼いていくわ。中火で熱したフライパンにサラダ油を入れたら、キッチンペーパーなんかで広げて弱火にしてから生地を4分の1フライパンに流し入れるわ。フライパンを傾けて全体に広げたらそのままじっくり焼いていくわよ。生地が緩いから簡単に広がっていっていいな。このまま何時間置くの。さすがに隅っこ暮らしになるわよ。それは隅っこ暮らしってなんだよ。数分経って周囲が乾いて焼き色がついてきたらひっくり返して15秒ほど焼けばクレープの焼き上がりよ。これだと時間はかかるけど簡単に焼けるんだな。この調子でどんどこ焼いていくわよ。何この海苔は。味のりよ。違うでしょ。あとは焼き上がった生地に適当な大きさにしたサニーレタスにチーズを乗せて、スモークサーモンを乗せてタルタルソースをかけまけば、イラストから作るタルタルサーモンクレープの出来上がり。霊夢霊夢クレープって余ってるのか。調理したのは2枚だから2枚残ってるわよ。それ使っても良いか。大丈夫よ、私も使いたいみょん。はい、それじゃあ投げるわよ。フリスビーじゃないんだから。それじゃあいただきます。美味しいみょん。
スモークサーモンとチーズで外れのないうまさなんだぜ。タルタルソースの酸味とまろやかさがぴったりなんだけど具沢山だから、それ自体がクレープの具にもなってるね。そういえば二人は余ったクレープで何を作ったのかしら。私はホイップクリームとリンゴジャムで細く巻いてみたよ。これも安定の美味しさね。私は買ってきたチキンカツに余ったタルタルソースを入れたんだぜ。わんぱくなクレープね。さて今回も美味しかったし楽しかったわね。その前に今回はこのイラストが何の料理かってことじゃないの。もももろちんそうだったわよね。忘れてないわよ。完全に忘れてたろ。それで気になる答えは、私の出したお題はクレープで白身フライのタルタルソースよ。これフライだったのか。そう言われればそう見えるわね。これって下書きの人が書いて、色塗りの人もそれに気づいてフライの色にしてたなら、私たちだけが気づいてなかったことになっちゃうな。っていうかマリサがふざけて作ったクレープが微妙に近いのが腹立つんだけど。何そのドヤ顔は。勝利のドヤ顔なんて。